ヤマト、ユータ、ユーマ、おみぎり、ビスケットヒューガー、コブドーでーす。メリークリスマス。ということでね、本日12月の24日、はい、つまりクリスマス。イエーイ。ということでね、はい、今日はクリスマス、ぼっちあるある。今まで多分ゆうたくん以外みんなクリスマスの時ぼっちだった経験あると思うんですよ。あります。マジで打ち合わせ見ないです。常にたくま、常に春と夏はいないのに秋と冬はいる。ただ恋しくなるタイプ、恋しくなるタイプ、強いタイプだ。それは全然話ちげえだろっつって。はい、ということでね、本日はねクリスマスぼっちあるあるみんなでやっていきたいと思います。はい、それでは VTR いってみまーし。ねえ、ヤマトさ、クリスマスどうすんの？今年は一人だな。今年はたまたま、今年はたまたまだから、去年とかはぼっちじゃないですからみたいなアピールね。ゆうた、クリスマスの予定とかどうなってんの？クリスマス24、25普通に出かける。まずね、まずよ、クリスマスってキリスト教のお祭りだから。それを日本の企業が日本に持ってきて、フライドチキンやらケーキやらね、もう企業戦略だから。いやー、これ思いますね。イベント斜めから見ている方、こういう方はバレンタインをロッテの戦略っていうタイプですね。おねねねね、どうしようどうしよう。なんかさ、クリスマスどうすんの？もうそんな時期、もう来週よ。もう先週まで俺半袖だったよ。まだそばかつくね。来週クリスマスなんだから予定。あ、そっか。もうけどクリスマスとか3年ぐらい前からもう忘れてるわ。いや、もはやクリスマスとか眼中にありませんですアピールね。非リア充、リア充ぼっちとかの次元じゃなくて、頭からクリスマス消しちゃうタイプね。うまいうまいうまい、久しぶりや。久しぶり、久しぶり、久しぶり。久しぶり。お前さ、クリスマス何してたの？あの、風邪ひいちゃって今でこじらせてます。絶対そうだ。まあ、当日ぼっちだったのは風邪のせいですよみたいな、風邪ひかなきゃ普通に楽しんでましたよみたいな、風邪ひいてなかったら俺もリア充でしたよアピールね。じゃあもしもし、ごめん、本当にごめん、ちょ今日パスで。たまにいる、たまにいる、本当に病気になっちゃうタイプね。こういうタイプの人は運動会とか当日でも普通に風邪ひく。行きまーす。なに、あとどこ行くの？あれ、今日も飯行ってくるわ。じゃあ夜ご飯作らなくていいの？夜ご飯とか全然食べてくるね。はい、じゃあ行ってまーす。もしもし、ごめん、本当にごめん、ちょ今日パスで。やっぱ夜飯行くわ。いやー、体調崩しやすい友達を持ってしまったがために、クリスマス予定ある人から一気に大暇人という奈落の底まで叩き落とされてしまったタイプ。夜8時か、寝よ。まあ、テレビもクリスマス特番だし、まあ、インスタストーリーもイルミだらけだから、いつもより早く寝てクリスマスから逃げるみたいなね。右、左、右、右、あー、この子かわいいね。右、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 あー、マッチ、マッチ、オラ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 。まあ、安西先生の教え子なのかな。諦めたら試合終了と言わんばかりに、当日の夜まで出会い系で頑張って素敵な夜を諦めない姿、まさにぼっちの鏡ですね。いらっしゃいませ。本日24日と明日の25日クリスマスということで、フライドチキンが 10% 引きです。温かいチキンはいかがでしょうか、いかがでしょうか。もう平日かのごとくバイト、己がサンタコス無理やりさせられてることすら忘れるくらい夢中にバイト。いかがでしょうか。いらっしゃいませ。フライドチキン2つ。まあ、確実に家に誰も待ってないのに、店員さんにぼっちって悟られたくないから、わざわざ2個頼んでカモフラージュするタイプね。クリスマスはコムドットを見る。イエーイ。
気候弾をいっぱい相手に向かって撃つ悟空。